ウーバーイーツが来たみたいだな。来てみたいよ。来たみたいね。来てみたい。匂いは、え？匂いはいいね。悪くないだろう。じゃあ開けてくれる？増えてないけどいいか。まあ、紙だしね。わかり。ズーン。おお、なんかプルプル卵じゃん。量が少ないかな。それでも思ったでしょ、心の中で、うん、ちっちゃって、うん、そうです、うん、まあ、これがなんか1個900円とか1000円ぐらいするからね。それちょっと高いかな、うん、うまい、うまい、うまいでよかったね。味濃いかもしれない。何よりだ。うまいの何より。いただきます。どうかな。あ、おっと、いただきます。うん、うん、どう、うん、うまい、うまい、うまい、うん、ごちそうさま。はい、うまかったね。うん、おいしいね。どう、うん、うまい、うん。でもでもないよ。うん、量少ない。うん、量もちょうどよかったよ。意外と深かったからかね。でもそんなに好きじゃないんじゃない。メロンなんで好き、あんま好きじゃない、あんま好きじゃないっていうか、うん、そこまで、うん、メロン食べた回数が少ないんだわ。うん、ほとんど食べたことないと思うよ。何回ぐらい人生。10回ぐらいじゃない。それよく言うやつじゃん。人生の半分損してるっていうさ、よく言うやつ。開封後すぐ中身を確認してくださいって、うん、じゃあ開けますよ、いいでしょ。ありいいですか。え？これはお決まりのフェイクってやつかな。すごい。いい、いい。なるほど。すごい。こんな丸々のメロンなんか食べたことないよ。うん。ちょっと、何が食ってこと？切れてるやつ。メロンが映せないんだけど。あ、ごめん、はい、どうぞ。じゃーん、いいね。どう。いや、こんなメロン丸々1個っていうのは食べたことない。いいね、最高じゃないですか。うん、帰って、うん、重い、うん、バスケットボールぐらい。もっと重いな。もっと軽いか。結構重い。うまいね。バスケより重いだろう。どこ。一個はちったまの実家に。ありがとうございます。お渡しする予定です。以上です。ありがとうございます。三品作りしたわ。すごいわ。これ何？ほうれん草？これがあのね、小松菜のわさび醤油みたいな。大好きね。これがチンゲン菜とこのなんだっけ、えのき？えのきのやつ。これがほうれん草のおひたし？おひたしです。すごい。これが釜。うん、何の釜だっけ？カンパチかな？カンパチか。うん、以上のラインナップで今日の夕飯は。すごいよ、豪華だよ。届けするわ。豪華すぎるよ。いただきます。はい、いただきます。ありがとう。サンマもあんだけど、今年初のサンマだよ。安心して寝ろよ。このまま。